田勤の派遣動画チャンネル吉田勤です。今日は幕張メッセに来ています。農業の大きな展覧会がやっておりまして、いろんなコーナーを回りました。直接農業に関係あるところから、ここはですね、この木を小さく削った木弁といいます。なかなか今知られてないかもしれません。現在ではこのビニールのエアキャップなどを使ったり、あるいはこのストロー状のものを使ったりして梱包材にしてますが、昔は全部こうした木を薄く小さく切って、細長く切ったやつを木弁といいますが、これを緩衝材に全部使っておりました。私が最初に会社に入った頃、私は人形、博多人形を売ってましたが、博多人形を梱包して、梱包する紙に包んで、その周りを段ボール箱に入れるときに、この木綿を使ってました。種類がいろいろあるそうです。松、ヒノキ、杉、クスノキというのですが、クスノキは一番この消耗効果、匂いを消したり、防虫とかそういうものに向いているわけです。次は一般的なようでしたが、実際は松が一番一般的だそうです。色が白く、そして特別な匂いも少ないということで使われているそうであります。非常に私にとっては懐かしいんですが、今木目を使うことがなかなか少なくなりました。もう実際にこちらの会社さん、戸田翔子さんと言われるそうですが、こちらが専業でなさっているそうです。非常にこう人に優しいものでありますから、またこうしたものが広く使われていただきたいなというふうに思う次第です。こちらはそのパンフレットです。今日は幕張メッセの展示会で気になって立ち寄りました。戸田翔子さんの木綿のコーナーでした。終わります。